はい、こんにちは、116ウィンズです。今日は待ちに待った MLB ドラフトということで、1巡目とそれから戦力均衡ラウンドの計37指名が行われたんですけれども、まあ私もですね、仕事に行く前にドラフトを追いながらどのチームがどの選手取るのかなと見ていたんですけれども、トップ3でですね、ちょっと波乱がありまして、今回はその話とそれから全体6位の我らがマリナーズどんな選手を取ったのか紹介していきたいなと思います。はい、で今年のドラフトの全体1位指名権はデトロイトタイガースが持っているんですね。でタイガースはその1位指名権を使ってアリゾナ州立大学のスペンサー・トーケルソンを指名しました。トーケルソンの指名については大方の予想通りの指名ではあったんですけれども、ただですね、ポジションがちょっと意外でして、トーケルソンはですね、大学時代ファーストを守っていた選手なんですけれども、ドラフト指名はまさかのサードでの指名ということで、これはちょっと驚きましたね。トーケルソンはファースト守備も、まあ、良くて平均的ぐらいの選手なので、あまりこう動けるタイプの選手では決してないんですけれども、それでもタイガースは彼をサードで指名したということで、これはどういった意図があるのかと考えた時に、おそらくタイガースはトーケルソンに対して、まあ、かなり信頼を寄せているのかなと思いますね。トーケルソンですね、非常にメイクアップも評価されていますし、実際大学時代ファースト守備も相当練習を積んで磨いたという話もありますので、タイガースとしてはサードでも同じような姿勢でトーケルソンが取り組んで上達してくれるのではないかと見込んでサードで指名したのかなと思いますね。ファーストで活躍するのとサードで活躍するのとでは選手としての価値がかなり変わってきますので、タイガースがどうサードとしてトーケルソンを育てていくのか非常に注目ですね。そして続いて全体2位はボルティモアオリオールズが持っていたんですけれども、この指名はかなり意外なものでして、オリオールズはアーカンソー大学のヘストン・カースタットを指名したんですね。で外野手を指名するのであればバンダービルト大学のオースティン・マーティンの方がトータルではカースタットよりも上という声が多かったので、まさかカースタットを2位で指名するなんておそらく多くの人は思っていなかったでしょうね。でカースタットは左の長距離砲候補として期待を寄せられている選手でして、で1年生の時ホームラン14本で、2年生の時は17本と、まあ、年々本数を伸ばしているような状況でしたので、パワー面に関しては非常に期待が持てるのかなと思いますね。ただ少し三振が多いという点がネックなのかなと。ではなぜオリオールズはこの順位でカースタットを指名したのかっていうところを考えてみますと、オリオールズはですね、今ドラフトで最大のボーナスプールを持っている球団なんですね。で2位指名のカースタッドで少し契約金を抑えて、で下位の指名で他の球団がパスしてきた優秀な選手を獲得するために契約金を全体2位指名では少し抑えたいという思惑があったのかもしれませんね。これは結果としてドラフトで使えるボーナスプールの価値を最大化する可能性を秘める指名かもしれませんし、あるいは全てが中途半端に終わるリスクもまたある指名ではあると思いますので、数年後ですね、この指名がどういった風に評価されるのかっていうところは非常に興味深いですね。という具合にですね、オリオールズのカースタッドの指名の衝撃の余韻がまだ残っている中、続いて全体3位マイアミマーリンズもまた予想外の指名をしてきまして、ミネソタ大学のマックス・マイヤーを指名したんですね。今ドラフトピッチャーで言えばテキサス A&M 大学のエイサ・レイシーですとか、あとはジョージア大学のエマーソン・ハンコックが投手としてはワンツーというふうに言われていた中で、まさかのマイヤーが投手のトップ指名になったということで、これもですねまた予想外の指名でしたね。でマイヤーは100マイルの速球とスライダーが武器のピッチャーなんですけれども、ちょっと体格に恵まれない部分がありまして、身長もですね、まあ、180センチ程度とメジャーリーガーとしてはちょっと小さめですので、先発として残れるかがちょっと疑問視されている選手なんですね。ただ先ほども言いましたけれども、100マイルの速球とスライダーということで非常にですね持っているものは良いので、ポテンシャルはエース級とは言われているんですが、まあちょっとリスキーな指名かなというところですね。ということで2位カースタッド、3位マイヤーと、おそらくですねプロスペクトマニアの人は誰も予想できない展開がトップ3で起きてしまいましたので、非常にですねツイッターなどは騒然としていた印象ですね。でそのトップ3で波乱があったおかげで、全体6位のマリナーズはですねエマーソン・ハンコックを指名することができたんですね。ハンコックは最速99マイルの速球を含む3球種を操る先発投手でして、で非常にコマンド制球も非常に良いので、近い将来ですねメジャーでの活躍が見込める選手ではないかと言われています。で2019年の途中に怪我をしてしまいまして、ちょっと評価を落としてしまった選手ではあるんですけれども、怪我の前は全体1位の可能性もあるというふうに言われていた選手ですので、ポテンシャルはエース級なのかなと思いますね。正直まさかハンコックを6位で取れるとは思っていませんでしたし、
またマリナーズのスカウト部長のスコット・ハンターも、このような特別な選手を6位指名で取れたのは非常に幸運だったというふうに語っていますので、マリナーズとしてはトップ3での波乱は非常にラッキーだったのかなと思いますね。で、マリナーズは現在マイナーにローガン・ギルバートとそれからジョージ・カービーという先発投手のトッププロスペクトを2人抱えていまして、でここにエース級のポテンシャルを持ったハンコックが加わりますので、将来的にはハンコック、ギルバート、カービーの3本柱をシアトルで見られるかもしれませんので、今からですね非常に楽しみですね。マリナーズはですねぼちぼち暗黒時代に終止符を打たなければなりませんので、今回指名したハンコック、そしてギルバート、カービーの3人にはですねぜひ頑張ってほしいなと思います。そしてドラフトは明日も続きまして、明日は2巡目から5巡目指名が行われる予定となっています。各球団どんな指名をするのか、また今日のような波乱は起きるのかなどなどですね、いろいろ注目しながら見ていきたいなと思っております。ということで今回の動画は以上となります。今後もですね MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。